チプライスで健康診断だ俺しか行ったことないです多分。え、前で行ったことある？俺人間ドック行ったもん一回。え、そうなんだ。俺も実は行ったことあって。え、裏で。裏ってどういうこと？マジですか？うん、違う検査行ってました。大丈夫でした本当に。全部陰性でした。わかんや。陽性か陰性の検査なんかもう違うんだよ。数値とかじゃないから。全部陰性。人間ドックやろ？はい。普通に。まあ、陽性やったらアウトやもん。陰性でも出るんですか人間ドックって？多分 あったと思うけどね、そういうなんか、陽性とか陰性とかありましたよね。全部陰性で、あのそこの人間ドックのとこでバイオグラ買ってきました。性病検査やないか。それ。それ性病だから。性病ってこと。まあ、陰性で。大事ですからね。まあね。言っとるさ、そっちの人間ドック。なんか見お前なんかほんま2個ぐらいかかってそうな顔はしとるから。間違いない。この髪型、この隙間とか。結構これマイコプラマ。いや割れ目。マイコプラマ。なんで性病かかっとる。これ何なんマイコプラマ。昼寝してる時寝言でリンビョリンビョってずっとここで。リンリンリン。でもさよならー。